こんにちは、ブレダンスの小林です。このビデオではですね、ワードファイルのレポートを、PLR、プライベートラベルライセンス等を付帯しないで販売する場合、基本的には PDF ファイル形式に変換してから納品をするというのが、お決まりのコースです。今ご覧いただいているのはですね、ソースファイルであるワードなんですけれども、こちらをクリックしてですね、はい、このようにワードが起動するんですけれども、一番左のファイルというタブですね、こちらをクリックして名前をつけて保存。そしてですね、こちらのファイルの種類なんですけれども、こちらをですね、PDF にします。そして保存と。これでですね、PDF 化が完了します。このようにですね、ソースファイルのワードと同じロケーションに今保存した PDF が保存されます。こちらをクリックするとですね、すべて改変できない PDF 形式に変換されました。この変換されたですね、ファイルを納品すると。ただですね、今私がお見せした方法っていうのは、ワードに内蔵されている PDF 化なんですけれども、パスワードを設定したりですね、コピーをできなくしたりとか、さまざまなですね、機能を反映させたい場合にはですね、専用の PDF コンバーターを使うことをお勧めします。代表的なのは当然 Adobe 社のクロバットなんですけれども、非常に高額なソフトウェアなので、その他にもですね、無料で入手することのできるソフトウェアでもコピーができないようにする、もしくはパスワード設定をすると、パスワード設定する目的の一つなんですけれども、例えばあなたのレポートをダウンロードする3級ページがあるんですけれども、その3級ページをですね、保護できない場合、保護する術を知らない場合、そうした場合誰でもアクセスできてしまうと、そういった場合ですね、パスワードをかけてロックした PDF ファイルをダウンロードしていただいて、それを回答するためにのパスワードを別途メールで送信するよと、そういった使い方もできると思います。ここではですね、このビデオでお伝えしたいのはですね、編集権等を販売するプライベートラベルライセンス PLR ライセンスの販売等であればですね、ワードソースファイルのまま納品することができますけれども、販売権だけつける、もしくは自己利用で、販売する場合には必ずですね、 PDF ファイルに変換してから納品されるということをお勧めしたいと思います。ありがとうございました。